ないのも。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖などと一緒に寄り添っていくチャンネル、ネガティブマーチャンネル、ようこそようこそようこそということでね。そう、どうですか皆さん、手の届かぬ高慢を夢見ても悲しいだけだということでね。まあ今のは今日のネガティブマンの悲しい一言ですけれども、ですね、そうですね、今そう若者に向けてね、本当は子供も含めてですけれどもね、若者に向けてやっぱりね警告を発したいんですよね。唐突ですけれどもね。そう、今おじさんはね、こう久々にね眠気と戦いながらね、そう最近睡眠障害ですからね。でもそんなね眠気と戦いながらもね、この若者に向けてね、未来輝く若者に向けてね、輝かない若者にも向けてお送りしています。そう、このチャンネルは世界を滅ぼすことを目的としている史上最悪のチャンネルです。視聴はおすすめしませんということでね、若者に向けての警告ね、いろいろそうですね、何千年前からね、なんかこう老害的なね発言が、そういろいろな書物に書き写されているようにね、書き記されているように、そうなんですよね。大体老害になってくるとね、若者に対する苦言を呈したくなるんですね。しかし私は違うんですね。ね、このね、違いますね。そういうことじゃないんですよね。何が言いたいかっていうとね、こう、なんていうんでしょう、イメージですかね。イメージ、教育、空気、いろいろあるんですけれども、なんかそういうのね、若者は騙されてるっていうことについてね、語りたいな。騙されてるんですよ。大人になった方が自由があるとかね、お金を稼いで自由にすればいいじゃないか。ね。そう。セックスでもね、なんて言うんでしょう。自分の夢を叶えるんでも、なんて言うんでしょう、こうね、自分の好きな職業、まあ僕は職業なんてものはないと思ってますけどね、労働反対主義者ですからとかね、いろいろこう子供の頃とかね、まあ大学生あたりの年とか20代全般、前中後半にわたってこう世間の空気だったり、はるか大人たちにな、こう騙されるんですね。騙されてますよ、そこの若者、そこの子供たち、騙されてはいけませんよ。そう、そこをね、そこを言いたいんですよ。そう、若者ってこう周囲のね大人たちにこう、なんて言うんでしょうね、なんて言えばいいんでしょう、こう綺麗事に騙されてますよね。そう、
ね、隣人を愛せよとかね、なんかこう、いろいろとね、そう、なんか、そう、ボランティアをしなきゃいけないよとかね、善人にならないといけませんよとかね、なんて言うんでしょうね、一生懸命勉強 しないとね、こうネガティブマンみたいな大人になっちゃうからね、頑張らなければいけませんよとかね、努力は素晴らしいものですよとかね、愛は素晴らしいものですよとかね、いやいや人生は素晴らしいものですよなんていうね、そう、世界平和は大切だとかね、私はね、あれですよね、世界平和の前にね、労働解放、戦争反対の前に労働反対だと思っておりますけれども、そう、そういうことですよ。その周囲の世の大人たちにこういっぱい騙されてるわけですよね。そう、なんかね、綺麗事で包まれたね、なんて言うんだろう、そう、一生懸命やってれば報われるとかね、そう、なんか人を信じなさいとかね、よくしてくれる人の言うことは聞きなさいとかね、こういろんな綺麗事があるでしょね。しかしね、そう、騙されてるんです。そんなことはないんですよ、ね、学生時代が終わって、またはね、ブラブラニート時代、引きこもり時代が終わりを告げてですよ。ね、いざ労働を始めてしまえばね、もうそこはもう地獄なんですね。そうなんです。地獄なんですよ、若者たちよ。未来ある子供たちよ。労働を始めてしまえば、ね、こう、なんていうんでしょう、上級国民だったり、政府だったり、ね、周囲の詐欺師たち、また詐欺師たちが多いんですよ、この世界はね、そういうものに騙されるんですよ、ね、そして絶望するんですね、そして、人生はこんなものかな、と、早めに悟ればいい、ね、この世は地獄である。ネガティブであると早く悟ってほしいんですね。そう、できれば子供の頃から、できれば若者、学生時代のうちにね、地獄だな、今バチクなんていう言葉がありますけれどもね、バチクね、バイト、なんだろう、なんだろう、社畜と同じですね。そうね、バイトに飼われている家畜ですね、馬畜、家畜のように馬車馬のように働いてね、いやいや労働をされて搾取されてね、そう、一週間全部バイトみたいなね、そう、バイトしながら学業にも励んで良い経験をして社会に出て役に立ちましたとかね、そういう綺麗事に騙されてはいけません。ね。労働は労働です。ね。地獄は地獄です。そう。なんて言うんでしょう。海を見てね。海を見て川だって言いませんよね。大きな海を見たら川だとは言いません。言いませんよ。アマゾンぐらい広い川でもね。海じゃねえかなって思っても川ですからね。そう。海は川です。海は海ですからね。川は川ですから。そう。ね。山は山ですからね。山を富士山みたいな、富士山みたいな、ね。立派な山を見ながら、あれは池だっていうバカはいないでしょ。そういうことなんですよ。現実をね、見つめれば、おのずと世界の本質はネガティブである。要するに地獄であるっていうことをね、早め早めに知るということ、
そう、これを知らないとですよ、なんて言うんでしょう、20代後半を迎えて、いやこの苦労はいつか報われるはずだ、30代前半30代後半を迎えてね、いやまだ結婚できるはずだね、いつか可愛い彼女ができてセックスできるはずだ、 かっこいい王子様のような彼氏が現れて結婚できるはずだみたいなね、そういう妄想ね、仕事で一人前になって家庭を築きみたいなね、そう出世をして、いや独立開業してこういう夢をとかね、まあそれだけじゃないですよ、ミュージシャンであったりなんて、役者であったり芸術家であったりとかね、スポーツ選手でもそうですけどもね、そういうものが叶うはずだみたいなね、そう、そして玉の休暇にはね、長期休暇には世界を旅行してみたいなね、ゴージャスなみたいなね、 SNS に上がっているような美しい風景の国でね、おしゃれなラウンジで食事をしてね、こうね、生かした食事をするはずだみたいな、そういうね、全ての幻想、それは全て幻想ですからね、そう、妄想ですね、妄想なんですよ、ね、現実は地獄なんです、そう、地獄だと分かればね、やっぱりね、生まれてくるべきじゃ なかった、生まれてくるべきではなかった、世界は滅ぼすに値するわけであって、生きるには値しないということがね、はっきりとわかると思うんですよ、ね、そしてこの親父は何を言ってるんだっていうね、怒りが湧いてきたでしょうけれどもね、これがまた私のようなね、おじさんだったりおばさんだったりっていう時を迎えればね、ああネガティブワンの言うことは耳が痛いね、こいつムカつくけれども確かにそうだよなって思うんですよ、思うんです、嫌なほど思うんですね、そう、そこなんですよ、それを早め早めにね分かれば逆算してね、人生設計というものができてくるんですよ、逆算、地獄を生きてどれだけの喜びを抽出するべきか、そう、地獄なんだ、本質はネガティブなんだ、ネガティブなんだっていうことをね分かれば、そう、くだらないね幻想を抱かずに、期待せずに、期待が人を殺しますからね、そうね、うつ的な、そう、結局そういうことなんですよ、うつにかかるっていうこともね、一つ、うつもそうですし、体調を崩してね、仕事ができなくなる体になってしまったりとかね、過労死してしまうっていうのは全部そういう周りの詐欺師たちだったり搾取する者たちね、システム、そういったものに騙されてるんですよ、騙されてこういい話ばっかりを吹き込まれて頑張ろうみたいな、そういう現実との乖離が病気、またはね破壊、人格の破壊だったり体の破壊だったりを呼び起こすんですね、それがダメだと言ってるんですよね、そう、だからポジティブな、なんて言うんでしょうね、理想論的なことっていうのは全部嘘だと思ってくださいね、そう、占いとかね、スピリチュアルに傾倒すればじゃあ幸せになれる、それ全部嘘ですからね、あんなものは話半分で楽しむぐらいの余裕が欲しいですね、僕も嫌いじゃないですけれども、そうなんですよ、あれはなんて言うんでしょうね、あれも詐欺師が 99% ですけれど、だから信じてはいけません、宗教は滅ぼすべきですけれど、まあね、
楽しむ分にはいいんですよ。話半分に聞いておいてね。あれも言うなれば地獄における麻薬みたいなもんですね。この世界は地獄ですから。地獄における麻薬がスピリチュアルだったり占いだったり宗教だったりね、そういうことですから。世の中のだから大人になってからやりなさいみたいなね、大人になれば自由だよとかね、私も学生時代よくね、なんていうんでしょう、クレイジーな、非常にクレイジーなね子供だったりしたのでね、よく言われましたよ、ね、そんなことは大人になってからいくらでもやれるんだとね、酒もタバコもね、いくらだって何だってやればいいじゃねえかとね、学生時代ぐらい真面目に過ごしたらどうなんだみたいなね、そういう上からの説教をよく受けましたけれども、そういうことじゃないんですよ。むしろね、自由なんてものは、20代中頃ぐらいまでしかないんじゃないですかね。そうね、そして多くの大人たちは言うんですね。ああ若い頃の方が全然良かった、子供の頃が懐かしい。それは全部ね、ほとんど労働というものに頼らないで生きていけた、ほとんど子供の時代の話なんですよ、ね、20半ばぐらいまでかな、20代半ばまでぐらいかな、子供の頃からね、逆算して。そうね、そういう大人たちのため息混じりのね、悲嘆に暮れる様子をね、しっかりとね見ておかないといけません。ですから、そう、大人になったらろくでもない地獄であるぐらいに思ってていいです。それでね、若いうちから地獄の人は一生地獄であるっていうこともね、覚悟せねばならないんです。残念ながらね、生まれてきたからにはしょうがないんです。そう、何ら希望はありませんよ。不思議に思いませんか？ネガティブマン、お前ネガティブすぎだろうとね、いい加減にしろとね、こいつ殺しやる、そう思うのはね、実に正当だし勝手なんですけれど、じゃあ逆に聞きますけどね、本当ににっこりニコニコの、にっこりニコニコの大人ね、普段いっぱい見ますか？普段の生活の中で、あなたのお父さんお母さんはどうですか？ね、あなたの先輩ね、知ってるおじさんおばさんたちはどうでしょうか？ね、幸せに見えますか？いつも朗らかに笑って、人生は素晴らしいものよ、ウフフフフって笑ってますか？ね、死にそうな顔でね、今日も疲れたね、明日も大変だ、時間がないね、そう、最近あそこが痛い、ここが痛いね、病院に行ったが治らないとかね、そんな話ばっかりしてませんか、ね、それが答えなんですよ、ね、あいつが憎い、こいつが憎い、ね、あいつがムカつく、こいつがムカつくみたいなね、そういう話ばっかりしてませんか、ね、それが答えなんですよ。地獄なんですから、ね、勘違いして、そうだから、大人が押し付ける理想だったり、こう夢物語に騙されるわけですよね。若者は、子供たち若者は騙されるわけですけどね、大概社会に出るとギャップがすごすぎてね、鬱になってみたりとか、自暴自棄になってみたりとか、スピリチュアルに頼ってみたりとか、または何かの依存ね、お酒だったりセックスだったり、それはそれこそね、あれですよね、そいつそいつ個人個人の、なんていうんでしょう、アニメに逃げてみたり、ゲームに逃げてみたり、アイドルに逃げてみたりするんですよ。依存
依存、要するに逃げてるんですよね。なぜなら現実が地獄で楽しくないからです、ね。いや、リアルの中でね、アイドルの、例えばアイドルの追っかけをしているんだから、それは楽しいじゃないかと。いや、それはもう地獄の中で、地獄という世界において、なんて言うんでしょうね、オナニーをしているというか、ね、麻薬を打ち続けているというか、なんて言うんでしょうね。それこそ地獄の世界で、悪い酒で酔っているというかですね。だってリアルは労働によって搾取され続けてるわけですから。ね、上級国民の親ガチャに当たっているアホなお嬢さん、アホなお坊ちゃん、もう 100% アホですけれどもね。100% アホのお坊ちゃんかお嬢ちゃんに生まれなければね。だから要するにまあね、8割ぐらいの人にとってはこの世界はもうね、大人になれば 100% 地獄ですからね。そう、いや、仕事が楽しいとか言ってるね、いや好きな仕事に就けたからなんて言ってね、そんなやつに限ってね、お賃金が全然もらえてなかったりするんですね。全然もらえてなかったりするね、そうね、やりがい搾取、もう洗脳されてるだけですよね。好きな労働につけたから、まあそれ奴隷なんですけど、好きな労働につけたからね、やりがいがあって毎日が充実して楽しいですね。これ全部嘘ですからね、子供たち若者たち、充実して楽しいですの、その充実という言葉は奴隷労働で、ね、体力、気力、時間を奪われて、思考能力が奪われた上で、なんでしょう、意識朦朧とした中で毎日を過ごしている、忙しすぎて死にそうだ、が含まれているんですね。この充実という二文字にはね。やりがい搾取の何者でもないですね。そう。またこの労働がね、こう、しっかりとお賃金がね、何十万、ね、50万、60万もらいながらね、そう、それこそ、ね、好きな時に休めてね、そう、好きなことをやって、そしてまた労働するっていう、こうね、天国に近い地獄ならいいんですけれどもね、お賃金が低いっていうことはもう、間違いなく地獄ですからね。あ、息をしているのも精一杯みたいなね。そう。そういうことなんですよ。だからそのギャップに苦しむ若者たちを僕はね、救いたいな。救いたいというよりも、救いはないんですけれどもね。事前に分かってるか分かってないかだったりとか、こう、周りの大人はね、こう、分かってるんですよ。子供たちが大人になったら自分たちと同じような労働地獄でね、苦しむの分かってるんです。分かってるんです。先輩もね、あなたたちの先輩もね、あなたの親ですら分かってます。分かってて理想を吹き込むんですね。綺麗事を吹き込むんですね。そういうのに絶対騙されてはいけませんよ。もう 100% 間違いですからね。まあその親自体もやりがい搾取だったり、先ほど申し上げたようなね、ね、人生には意味がある、ね、子供を育てみたいな、充実みたいなね、そういうこの充実という二文字のこのろくでもなさね、もう凄まじい地獄の中日々ね、生きているのが大人なんですね。そこにはもう子供たちも真っ青なようなね、いじめだったり差別だったり暴力だったり、そう、もう信じられないような絶望ね、パワハラ、セクハラが待ち受けているんですね。そうなんです。それは子供たちだって苦しいですよ。
子供たちだって別に素晴らしい子供時代を送る人ばかりじゃないですけどもね、そういう人たちですら唖然とするようなね、薄汚いね、そう、自民党の議員がね、キックバックでね、パーティー資金を猫ばばしてもね、起訴をしない、特捜ね、東京地検特捜部みたいなね、もう全て忖度、そう、またそうなんですよ、倫理観がひどいんですから、もう ひどいんですからね、詐欺師たちは絶対に死刑になりませんからね、そう、そのくせ怨恨による殺人だとね、簡単に死刑になったりしますからね、恨みを抱かれているような人間なんですから、少しは情状の酌量の余地があっても叱るべきと思いますけれどもね、世の中のまた刑法とか民法とかがまたクソオブクソなんですね、そう、そういうこともね、大人たちは知っているのに子供たちや若者に全然伝えないでね、そう、たまの休みはね、楽しいよ、仲間と労働仲間と語らうお酒の席は楽しいよとか嘘をつくんですね、あれはもう労働に縛られてどうしようもなくなった大人たちがわずかな時間を作ってね、愚痴を言い合いたいだけだったりね、悪口を言いたいだけだったりするただの会合ですからね、皆さん騙されてはいけません、ちっとも楽しくないですからね、そう、そういうことなんですよ、もうね、そう、上級国民に忖度するね、薄汚いまたは詐欺師も捕まえないね、そういう警察機構だったりね、司法だったりっていうものにね、こう絶望する時が必ず来ます、そう、政治もそうですしね、それだけじゃない、民間の企業のね、そう、企業もう中小ね、中小のね、こう経営者だったりベンチャーの経営者だったり、まあね、あんなもん詐欺師ですからね、そう、綺麗事を述べているような、なんて言うんだろうな、そう、 NPO に近いような、そういうね、例えば介護施設だったりとかね、例えばなんて言うんでしょうね、ちょっとした小売りだったりとか、もういろんな業種でにおいて中小企業のね、親父たちババアたちはもうね、従業員を小さいお賃金でね、こき使っておきながらその金で豪遊してますからね、そう、それをベンチャーみたいなね、それを夢みたいに語ってね、そして、ね、そう、洗脳されて騙された国民たちやね、労働者たちは先ほど言ったような ね、仕事があるだけでありがたいです、充実していますみたいなね、そういう充実教みたいな、宗教みたいな、こうやりがい教みたいなものに騙されてね、すっかり骨抜きにされてね、日々精神と体力と気力を奪われて壊れていくんです。そう。大人たちはそうやって壊れていって、早いものはね、30代、40代、50代、60代で死亡していくんですね。病気にかかったりとかして、または自殺とかでね。もうそれはそれは醜い世界なんですよ。そう。それを私は今回若者にね、いち早く情報をお届けしたいな、そう、ギャップに苦しみますからね、若い時の理想だったりとか夢だったりとかっていうものの理想に苦しみますから、必ずね、それならば最初から地獄である、なんならね、そう、まあそれでも若者はほら、それを補って余りある気力、体力、精神力があったりするんでね、もうみずみずしいですから、
ね、嫌なことがあっても体力でカバーできたりとかね、焼き酒を飲んでもこうまだまだ肝臓が若かったりしますからね。そう、徹夜しても平気だったりする体力があるわけじゃないですか。そうなんですよ。だからそういうのでね、まあだから若いうちからごまかしてるんですよね。若者だってごまかしてるんですよ。この世界が地獄なのにね、何かこう知っている友人だったりとかね、 SNS とかを見てこういつかね、なんかこう理想的な人生が訪れるはずだみたいなね、幻想にとらわれてね、こう目の前の現実を地獄としっかりと認識することなくね、いいダクダクとね、労働地獄に向けてのね道を突き進んでいるんです ね。世の中の本質はネガティブですから、まずそこに注目してね、そう、それを大前提にね、詐欺師たちに騙されないように、そうね、人を見たら盗っ人と思えっていうのは8割ぐらい当たってますから、そう、それぐらいの警戒心とね、なんて言うんでしょうね、そう、地獄なら地獄なりに楽しむためにはね、なんとか労働から逃れる術はないのかとかね、そういうことに注目していった方がね、アイドルの追っかけとかね、アニメとかね、ゲームに逃げるよりはね、またはね、なんて言うんでしょうね、そう、それは友達っていうかね、友達とか恋人との遊びっていうのはまあ楽しいんでしょうけれどもね、それ楽しいって言えるのはせいぜい20代30代ぐらい前じゃないですか。もうね、これもまた時間限定的な楽しさだったりしますよ。もう我々ぐらいおじさんおばさんぐらいになってくるともうね、まあ楽しいけれども、で出てくる言葉は地獄みたいなセリフしかないですからね。そう、私も先日ね、そう、地元に帰った時にね、出てくる言葉は地獄みたいなね言葉ばっかりですよね、あっちが痛いこっちが痛いね、子供ガチャに失敗したんじゃないだろうかみたいなね、そんな絶望みたいなね、そういう話、まあそれはそれで楽しいですけれどもね、そう、人生諦めてしまった方が楽しいですよ。そしてそのね、いつでも自殺するみたいなね、安楽死があったらいいなみたいな、そういう感じでね、そう、どうやって喜びをね抽出していったらいいんだろうかね、自分なりのこのね、こう引きこもり方っていうんですかね、そう、模索するのが良いんじゃないでしょうか。そう、子供の頃ね、または若い頃、大人の言うことなんて信じちゃダメだみたいなね、パンクロックみたいなセリフを聞いたことが誰しも一度あると思うんですけれども、正解ですからね、大正解ですからね。そう、大人の言うことはね、大体信じちゃいけない。言葉面のいい、こう理想論みたいなのを語ったこういい言葉、耳障りのいい、そうなんですよ、大人の言うことの 100% を信じちゃいけないみたいなことじゃないんですよね。大人の言うことの8割ぐらいは綺麗事なんで、その綺麗事は絶対聞いちゃダメだってことですよね。以上、時間が来てしまいましたね。いや、それ勝手に僕が決めてるだけですけど、ね、明日にも今日にも、ね、関東大震災並びに南海トラフが起きて、私ネガティブマンがね、あっさり死ねますようにね、
私からは以上だな。ネガティブマンでした。